皆さんこんにちは、荻上チキです。今日は最近行った様々な調査について報告したいなと思います。最近私は一般社団法人社会調査支援機構チキラボというですね、そういった組織を作りました。この社会調査支援機構チキラボというのは、様々な支援ニーズを持っている方の中でも調査をして発信したいというようなことを考えていらっしゃる方々のお手伝いをする、そうしたような組織です。最近行った調査としては、表現の現場調査団という活動をされている方々がいらっしゃいまして、これはアートであるとか写真であるとか様々な分野でハラスメントや性暴力の事案が相次いだことを受けて、その実態を把握をしたい、そしてその状況を変えたいというような活動をされていらっしゃる方々です。で、その方々の調査広報のお手伝いをしているんですけれども、その中で行った調査の中で特徴的だったものがいくつかありました。表現の現場というと、例えばそのアートや、それから写真や、あるいは文筆、漫画、イラスト、まあ、例えばコンピューターグラフィックスであるとか、声優、俳優、映画、ドラマ、テレビ、いろんな分野があります。報道、YouTube、そうしたようなものも表現の現場ですね。で、そうした現場でも様々なハラスメントが横行しているんですけれども、そのハラスメントの多くの類型というのは、他の様々な分野とも変わりはありません。まあ、例えば、セクシャルハラスメントであるとか、マダニティハラスメントであるとか、パワーハラスメントであるとか、様々なタイプのハラスメントというものは、一般企業でも、表現の現場でも、同じように起きているということになりますね。では、表現の現場で特徴的なハラスメントというのはどういったものなのかというと、今回分析すると、二つの特徴というのがありました。一つは、テクスチャルハラスメントと呼ばれるものです。このテクスチャルハラスメントというのは、90年代にジョアナ・ラスという作家の方が提唱した概念なんですけれども、このテクスチャルハラスメント、要は作品、テクストを評価する際に、ジェンダーハラスメントを被せてくるタイプのハラスメントのことを言います。どういったことかというと、例えば特定の作品について評価をするときに、これは女性だから書けたものだ。女性ならではのみずみずしい感性で描いたものだというような形で評価する。あるいは女性の描いたものだってつまらない。あるいはこれは女性が描いたにしては面白いというような仕方で、その作品の評価というものをその作者のジェンダーなどに絡めて評価をし、不当に貶めたり、あるいはその過剰にその文脈というものを褒めそやす。褒めそやすんだけれども、その文脈というものはやはり女性らしさというものがあって、そのらしさというものを描けているよねというような、そうしたようなバイアスがかかった評価をしてしまうようなことをテクスチャルハラスメントと言います。で、こうしたテクスチャルハラスメント、通称テクハラというのは、例えば映画の世界でも、漫画の世界でも、小説の世界でも、まあ舞台の世界でも、いろんな世界でもそのようなハラスメントというものが横行していました。考えてみれば、例えば女性漫画家とは言うけれども、男性漫画家とはなかなか言わない。あるいは女優とは言うけれども、男優ではなくて俳優というような仕方。あるいはカメラマンというふうに言うけれども、女性カメラマンという形で、マン、男性であることが前提となっているなど、一定のジェンダーバイアスというのが表現の世界には共有されているんですよね。そうしてはその中で、女性は本来表現者としては少数派であり、なかなか目立たない存在だという前提があって、にもかかわらずこの人はすごいというような評価をすることが、いろんなところにこう染み付いてしまっているというところがある。そうしたテクスチャルハラスメントというのは、表現の世界の一つの大きな特徴として存在することが分かりました。もう一つ、表現の世界のハラスメントを分析するにあたって特徴を見つけたものは、レクチャリングハラスメントと私たちが名付けたものです。このレクチャリングハラスメントというのはどういうことなのかというと、指導の際に行われるハラスメントということですね。これまでも、例えば、アカデミックハラスメント。要は、大学や研究に関わるようなハラスメントというものは指摘されていました。また、スクールハラスメント。学校で発生するハラスメントというものも、多くの方も指摘しています。一方で、大学か学校かに関わらず、どこでも指導関係というのは発生するんですね。特に、表現の現場だと、師匠と弟子という関係が様々な部分で発生します。音楽学校だけではなくて、例えば美大、それだけではなくて、美術の専門学校や、あるいはその美大や音楽学校に受かるための予備校、あるいは日常的に行われるサークル活動、まあ、部活動、あるいは様々な趣味のための習い事、いろいろなところで指導を受けるということがあるわけです。そうした指導の現場で起きる様々なハラスメントというものを、レクチャリングハラスメントというふうに名付けました。指導の現場というのは、師匠が一定の権力、絶対的な権力を持っていて、弟子に対して技術を伝達するというようなやり方をとっています。で、この技法というものが一定程度共有されていればいいんですが、表現の現場というのはこの技法が共有されてないということがしばしばあるんですね。なので、どうすればいい表現なのか、どうすれば上達したのかという感覚が、必ずしも全ての表現者で一致しているわけではないわけです。まあ、例えば、
運動などであれば一定の速度、一定のフォーム、このようにすれば筋肉がつくというような仕方の技法というものはある程度確立されてきた部分はあります。でもその運動体育の現場などでさえ様々なハラスメント、あるいはレクチャリングハラスメントというものは横行してますよね。表現の現場もそうで、様々な物差しが共有していない分、なおさら様々な不当な評価というものが行われることになる。あなたは全身全霊でその演技に没頭できていない。あなたの作品がつまらないのはあなたの人生がつまらないからだ。あなたはサボっていたからこうなったんだねというような形で、様々な過剰な暴言であるとか、あるいは不当な評価、あるいはよくわからない物差しでの判断というものがはびこってしまうことになっているわけです。こうした概念を知ることによって、いろんな分野のハラスメントというものを気づくことができ、気づくことによって減らすことができる。世の中の様々な問題は、気づくことがなければ減らすことというのは難しいわけですね。勝手に結果的に減ったということはあり得るかもしれないけれども、意図的に介入して減らすということをするためには、気づくことが必要。気づくためには概念や言葉というものが必要になります。こういった調査の中から浮き上がってきたいろいろな概念について、広く共有することによって、様々なハラスメントも減らしていくことが必要かなと考えています。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。